はい、どうも、テンプ散歩チャンネルの時間やってまいりました。テンプ散歩の土橋幸です。本日ね、3月10日、日曜日、はい、川口オートレース場においてね、G1 開設記念グランプリレースの最終日開催中ということで、前回、SG 全日本選抜オートレース来た時はね、天候ね、雨で悪かったんですが、今日はもう快晴ということで、はい、もう実にオートレース日和ということなんで、なんとか、大穴をね、当てていきたいなと思います。で、今回も1レースか4レース、5レースからね、8レース、9レースか10レースの、3本立てでやっていきたいなと思いますんで、ぜひ皆さん、お付き合いいただけたらなと思います。第1レース、室を見まして、で車検も買いました。ね。まあ、吉田浩二選手はね、そこまで悪くなかったのと、で、ちょっとね、片岡健二選手がね、結構かなり良くなってるんでね、はい、ちょっとそこら辺をね、やっていきたいなと思いまして、うちの頭の、23478と、3の頭で147で行かさせていただきました。まあ、1号車でね、はい。吉田浩二選手と片岡健二選手が、コースだと決めて、このレースはね1着取るんじゃないかと思いまして、はい、1と3で行かさせていただきました。はい、さあ吉田浩二選手頑張って いけねえのか。うわー、出遅れたか。嘘だろ。うわ、マジか。吉田浩二選手遅れちゃったや。それマジか。やべえぞ。頼む。うわ、5買ってねえよ。まずい。秋田買ってない。4入ってこい。2買ってないんだよ。まずい。頼む。4抜けばいいんだよ。うわ、まずいぞ。柴田抜けよ。7来い。それと7来てくれ。いや、させねえか。頼む。2位勝ってないんだよな。3人は持ってないんだよ。頼む。柴田よ、4歳抜きよ。抜け。入れ。入れねえか。うわ、3、4分かってんのじゃ。くっついて回ってくれよ。勝ちかけないのバカがよ。頼むよ。3、4になってくれ。4番岩沼さん頑張れ。頼む。3、4持ってんだよ。頼む。あ、3人は持ってない。頼む。うわ、いや、4番頑張れ。無理か。4番入れ。直線頼む。かわしてくれ。うわ、3人よ。第1ですね、自分3の頭勝ってたんですけど、ちょっと3の頭からのね、古木選手の2着はね、ちょっと勝ってなかったんで失敗しましたね。はい、ちょっと1と3でいけるかなと思うんですけど、まさか1号車のね、吉田浩二選手がまさかの大出遅れということで、はい、まあ、1レースね、惜しかったんですけど、まあ、京都に出して2レース頑張っていきたいと思います。第2ですね、もう思想も見ましたけれどもね、はい、まあ、6号車すごくよく見ましたね。あと8号車の高橋由伸選手もすごくよく見ました。で、石井大選手もね、かなり、はい、良かったかなと思います。で、まあ、0班のスタートなんですけども、この本田選手がね、フライング切ってるんで、はい、まあ、石井大選手もね、そこまで速い選手はないんですけども、ちょっと深澤選手の、ね、スタートが怖いんですけどもね、ここはね、まあ、思想も出てるし、で、本田選手のフライングということも考えて、2号車のトップスタートもあるのかなと思いました。で、林選手2球出てますけどね、ちょっと捌きかなり不安なんでね、6号車がね、売れてるんですけども、ここはね、ちょっと、
林選手さばき不安ということで荒れるんじゃないかと。で高橋芳雄選手かなりね、はい、走の気配良くなっているん で7号車の大槻選手詰めての3人だったんでね、非常に怖いかなと思います。だから自分はあの 2と、8の頭で行きたいなと思います。2の頭で13468と8の頭で123ということで、はい、ちょっと石井大志選手と高橋芳雄選手を、はい、狙っていきたいなと思います。頼むよ石井さん。よし行ったっしょ。うわ行けねえか。うわ4が行っちゃったか。やべえ。うわ6も早いな。いやー2遅れちゃったか。1で抜けねえから。1買ってね。8も来ねえか。8来るか。いや来ねえか。8は ダメだ。このレースはかなりきつい。勝ってない選手ばかり走っちゃってる。おお。まだ可能性あるか。8-1無理か。4-1じゃさせないか。あ6入っちゃったか。おー8がすごい。6-8-8-6かな。いやでも6ってそんなさばけないからな。8がすごい勢いで来たけど、お入るかさすがに。あ危ない危ない。648か。68か。さあ入るか。68だ。おーさあどうだろう。684か。はい、第2ですね、684ということで、はい、林選手をちょっと侮りすぎましたね、はい、石井大志選手もねスタート、ね、出た瞬間よく行ったかなと思ったんですけど、はい、ちょっと大出遅れしちゃって、ちょっと2レースはもう全然かすりもしなかったです、はい、ということで、3レースの方ね当てていきたいと思います。第3ですね、質を見てもう車検の方買ったんですけど、もう梅内選手がね、ものすごい良かったですね。ここはもう梅内選手で硬いのかなと思います。ただね、鈴木誠一選手が、はい、先行して抑える展開になったら、あの8号車の掛川選手にもねチャンスが訪れるのかなと思いますけれども、まあもうここは梅内選手とりあえず軸で3の頭で2468と、8の頭での23で、埋めない選手からね、3-4とか3-2を、ね、集めに、はい、買っていきたいなと思います。で5号車のね柴山選手を今日買いたいなと思ってたんですけども、今日思想3球でものすごく悪いですし、見た目もかなり悪かったんで、はい、ちょっと厳しいかなと思って今回はね買うのをやめさせていただきました。あと38もね集めに買って、3レースはね埋めない選手に期待して見ていきたいなと思います。さあ梅田さん頑張って。あースタート、まあでもしょうがないか。何でも伸び返したろ。よし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 。嘘でしょ、マジで。さすがに4が抜けてたらやられないよこれ。4がいっちゃったよ。いやさすがに梅田さん抜けてるとダメだよ。いやまずいな。いや大丈夫か。いやさせねえかこれ。もう無理だよ、もう無理だ、もう無理だよ。うわ抜けてたんじゃ抜けない。いやいくら吉林選手強いと言ってもこれは知らないか。こんな一撃にまくると思わなかった。抜けてたらダメ
嘘でしょ。萩原さんかっこいい。48か。いやー梅さんやられない。まくらちゃんか。さあ48になるか43で決まるかだな。これも刺すか。だって一級者がさ4級者にスタートやるんだよ。48か刺すか。入ったか。おー入れないか。43か。第3ですね。吉林選手、はい、もうお見それしました、2級者なんで、ね、もうあんなもう一撃で、ね、ジンさんをまくっての、ね、回想劇、はい、いやさすがに埋めない選手かなと思ったんですよね。吉林選手本当に強かったです。はい、お見事でした。4レース、まあ、前編のね最後なんですけども、なんとか当てて前編をね締めていきたいと思います。を見まして、はい、もうここはねもう山田達也選手が1着かなと思います。3号車のね石井大輔選手がスタート決めて、まあ、ペースが上がらないと思うんでね、そこはもう山田達也選手が、はい、このレースは差し切って1着を取るんじゃないかと思います。はい、まあ、こういうのは吉田優也選手がねトップスタート決めて逃げた時はね頭十分にあるかなと思うんですけども、まあ、スタートはね3が行く、あるいはねもしかしたらこの5号車の広瀬選手のねスタートもあるのかなと思います。で山田徹選手がね3人出てるんですけどね、ここはちょっとスタート、はい、かなり遅れるんじゃないかと見て買いました、ということで8頭の1345で、このレースはねもう8頭固定で、見ていきたいと思います。さあ山田さん頼むよ。うわ4が行っちゃうか。サンツプレ、サンツプレってくんない。よしよしよしって、オッケーオッケーオッケー。あぶね、4がいっちゃうと厄介なんだよな。8来いよ。今日は大丈夫でしょう山田さん。刺されんなよ4番に。うわやられちゃうか。あさすがに今日大丈夫だな山田さん。頼むよ、8になってよ。よし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 。今日は頭だろう、いくらなんでも。3番もう一回差し替えしかねえか。違うか。よしよしよし、とりあえず。あ、843だったら、ね、なんとか1000円持ってるから。頼むよ。よし、さすがだね。よしよしよし。まあよく言えばね83の方が良かったけど、頼むよ。よし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 。まあまあまあね、ちょっと硬いけど、はい、よしよしよし、オッケー、よし、はい、第4ですね、見事山田達也選手が1着で843でね、的中しました。はい、一応1000円持ってたんでね、なんとかね少し取り戻せたかなとも思います。はい、ね、まあ、最終日ね、まあ動画でね、あの最終日の山達でね、結構紹介したりとかしてる動画もあるんでね、本当に最終日、今節初勝利ということで山田選手、はい、良かったかなと思います。
4レースまで、はい、前編やってきましたけども、もうね、終始発表したいと思います。はい、終始こちらとなっています。まあ、1万弱の負けということなんで、はい、まだまだ、はい、十分取り戻せるんでね、次回の中編後編にね、期待して見ていただきたいなと思います。本当にね、大穴狙って当てていきたいなと思いますので、ぜひ中編後編もね、よろしくお願いいたします。いやーまあ1ですね、がねやっぱ失敗したかなと。ブルク選手をね入れておけば、はい、プラス中止だったということで悔しいんですけども、はい、なんとかそれをね取り戻せるように、次回のね動画でもね頑張っていきたいと思いますんで、ぜひね楽しみにしていてくださいということで、この動画がね楽しかったという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではバイバイ。チャンネル登録お願いします。